二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。こんにちは、二藤です。こんにちは、インタビュアーの酒井です。それでは今日も金曜日ということでポッドキャストを配信していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回ですね、新しい理美容師さんの働き方の形みたいなところで話していきたいと思うんですけれども、はい、二藤さんのね、その講座に参加されている方とかの話しても、やっぱりその、スタッフが辞めちゃうとか、辞めちゃったとか定着しないみたいな話がよくあるんですけど、またその二藤さんのお店はまた他のお店と違う試みというか、考え方でうまくスタッフさんが残っている部分もあるのかなと思いまして、ちょっとそこについて聞いていきたいんですけれども、二藤さんの中で今のこう美容業界の働き方の問題点というか、疑問に思うところみたいなのがありますか？そうですね。そもそも、ずっとそれを思ってることは、そもそもなんですけど、その美容室が多すぎるっていう方が、よく言われますけど、そのコンビニより多い。それは二藤さん、もう利用者さん成り立ての頃からそうなんですかね？そうだと思いますね。ああ、言われてましたね。十何年前から、言われてましたけど、でもそこからもずっと増え続けてて、で特にその対策ができてないというか、だから3年で、ほとんどが潰れちゃうみたいな。何パーセント？ 3% とか3%しか残らないとか言われてますけど、もっと10年とかだったらもう500店舗中1店舗ぐらいしか残ってないとかって言われてますけど、奇跡的な数字ですね。奇跡的な数字本当にですよね。それはね、当然なわけですよね。店舗もいっぱいあるし、需要と供給が合ってないというか、なんでそもそもだから、じゃあなんでそうなっちゃうのかっていうと、でそこが問題だと思うんですけど、この業界も最初からもう独立するつもりで入ってきちゃうんで、理美容業界に、その専門学生になる時の段階でも将来独立する、いつか俺の店を持つぞ、それができるから入ってくるわけですよね。そもそもさ、ずっとどっかに勤めて美容師やってるぞっていう気持ちの人は少数派なんですかね？これ言うと語弊があるんですけど、頭悪い人が多いんですよ、理美容業界に入ってくる人が。なんでその、体育会系だったりとか、あんまり勉強ができなかった子が多くて、でもそういう子でも自分の城を持てるというか、自分の会社っていうかっていうのが、僕も含めてですよ、当然含めて、なんか夢があるじゃないですか。そうですね。ちょっとパンクな感じがしますね。そうなんですよ。で、なんかそれによって、なんか普通の会社で勤めてる人に、勝ったじゃないけど、そう思ってる人はいるか分かんないですけど、ちょっとこう、俺は自分でやってるぞ、優越感が浸れるというか、絶対少なからずあるんじゃないのかなと思うんですよね。あとは単純にその昔、僕よりももっと昔の世代は結構床屋さんとかで稼げてた時代があったんですよね。それ需要と供給がむしろ合ってた時代というか、むしろ少ない、需要はあるけど供給が少ないか、床屋さんが少ない時代があって、それも床屋出せばもう儲かるみたいな時期もあったんですよ。でそれを親御世代がそうだったから、なっちゃう人もいて、だからちょろいじゃないけど床屋出して独立して稼ごうみたいな人も、今は少なくなったと思いますけど、僕らの世代よりちょい前ぐらいの人たちは多かったと思うんですよね。そういうのがいろんなそういう理由で、独立願望の人たちがこの業界にどんどん入ってくるから、どんどんお店が増えるっていう状態になっていくと思うんですよ。でさらに、今って何でもありな時代になっても来ているんで、ホリエモンさんがね、この寿司屋なんか10年も、なんか
修行する必要ないよとか、そうですね、いうことあると思うんですけど、あの、まあ、床屋業界でも多分そういう考えのやつも多分増えてきてて、あの本当23年ぐらいで、3年とか、まあ、から5年ぐらいで独立する人もどんどん増えてきてるんですよね。うん、でそれで、まあ、やっぱりその、まあ、細かいこと言えばマーケティングのことだったりとか、まあ、技術のことしか分かってないから、潰れちゃってっていうことは多くなってますよね。うんうん、だから僕はそこが問題だと思ってるんですよね、うん、そもそもが。でじゃあどうしていけばいいのかって考えた時に、まあ、終身雇用って形は絶対いらないっていうか、もうないじゃないですかこの時代。そうですね、普通に一流の企業でもない、限らず、うん、言わないですよね今って、うん、その退職金が 100% 出るとかってこともないし、ね、期待もしてないです、期待もしてないですでも言ったら年金も本当に入ってくるのかみたいなこともあると思うん で、うん、ある程度というか、その自分で、うん、まあ、稼ぎ続けなきゃいけないというか、生活費とかを稼ぎ続けられるような状態にしていかなきゃいけないと思うし、まあ、逆に言うとそれができる時代でもあると思うんですよ、その SNS の発達だったりとか、うん、まあ、クラウドファンディングみたいなのができたりとかっていうところで、個人の人もお金集めやすくなってますもんね。そう、まあ、集客もそうですね、かけなくていいし、うん、うん、そうか、保証されることは難しいけど、うん、やっぱり自分で、うん、なんだろう、まあ、昔よりはハードル低くいろいろできる時代ですもんね、うん、全然できるますよね。だから昔は一流企業しかこうテレビで情報発信とか、世の中、まあ、世界に向けてラジオで通してとかってしかなかったわけですよね。お金とかを出してとか、ある程度の権力なくちゃいけなかったのが、今は、ね、YouTube とか、まあ、ポッドキャストとか、まあ、Facebook とか Instagram とかで世界に発信できちゃうんで、まあ、ある意味、まあ、戦略立ててちゃんとやれば結構なことができると思うんですけど、なんで、まあ、僕は思うのは、もう全員総フリーランス時代というか、もう全員がフリーランスって思ってでいいと思うんですよね。そういったまずは意識を持つべきだと思うし、例えば正社員で働くにしてもそういう意識を持って、まあ、例えば会社がどうなってもどう自分は生き残れるっていうか、身銭は稼げるというか、まあ、そういう状態に持っていった方がいいし、まあ、そういった環境もうちは作りたいなっていうふうに思ってるんですよ、うん、なんで、まあ、会社の理念的にそのスタッフ第一スタッフ自立っていうのを、掲げてるのもあるんですよね。で、片や、まあ、正社員で、まあ、ある程度固定費がないとなんか怖い人も絶対いると思うんですよね。ある程度、まあ、月20万ぐらいは入ってきて、でそれがあれば、まあ、家族もある程度、養えて、まあ、全面的には養えないと思いますけど、でプラス自分で頑張って集客したりとかしたら、その歩合がついて、で生活できるとか、まあ、贅沢できるとかっていう道と、あと、まあ、そういうのが自分で集客とかができるようになったら、もう完全なフリーランスな、状態になっちゃってもいいと思うんですよね、うん、そしたらもう休みの日も自分で決められるし、収入のなんだろうな、コントロールも自分でできちゃうし、そういったなんか正社員の道と、まあ、フリーランスの道とっていうのをなんかうちの会社では作っていきたいなとは思ってますね、うんうん、で言ったら、そのフリーランス、まあ、その正社員でもなんか最終的に週休3日ぐらいにしたいと思ってるんですよね。うん、まあ、すぐには難しいですけど、まずは週休、まあ、今の時点でも週休2日ぐらいになってますけど、週休3日ぐらいにしてって、でその休みの日は正社員だろうが、まあ、今ってどこの会社もね、副業 OK の店が増えてますけど、まあ、副業というか、なんかビジネスやるんだりとか、まあ、何か、まあ、普通に遊んでもいいと思いますし、海外行ったりとかもしてもいいと思うんですけど、まあ、何か自分の肥やしにしてもらえるような、ことに使ってもらいたい。で、まあ、もしくはフリーランスでも完全に、例えば、1週目2週目はもう海外行っちゃってて、3週目4週目にいるからそこでお客さんに来てくださいとかっていうのを、まあ、今って何でも言えますよね。自分で LINE アットで、発信もできるだろうし、そうですね、Facebook とかでも言えるだろうし、でそこでもう1週目2週目はじゃあ自分のお客さんは来ないようにして、3週目4週目に固めて来てもらってっていうことも全然できる時代なわけなんで、そういうふうにコントロールして、ね、しながら、まあ、海外行くなり、まあ、なんで海外行くだけじゃないですけど、自分のビジネスをそんだけ時間があればできるようにもなるしっていうふうに、そしたらもう完全に独立しなくても自分の、まあ、うちの会社で働きながらある意味独立みたいなのもできるわけですよね。うん、うん、例えばうちの会社で
週2しか働かなくて、残りの、まあ、週4とかはもう自分の独立したなんか、まあ、飲食店でもいいし、まあ、アパレルでもいいし、まあ、もちろん同じ業種でもいいと思うんですけど、それをやっても全然できるわけですよね。なんでそういうなんか横に広げていくというか、まあ、円をこう断ち切らないで、それをこう少しずつ大きくしていくというか、なんかそういったことができたら、またちょっと業界が変わっ、まあ業界を変えたいわけじゃないですけど、うん、まあ新しい選択肢が増えてくるんじゃないかなとは思いますけどね。いや、本当にこう、本当にこうがっつり働く正社員か、うん、独立かじゃなくて、うん、うまくこう、そのスタッフさんとなんかバカがバランスを取りながら、うん、まあ右足半分突っ込みながら左足自分でやってるとかでもいいし、そういう働き方をすると、うん、お互いにためにいいとですね。スタッフさんもだっていきなり独立したら、うん、そうそう、まあ、生活できるのかなっていう人もいると思いますし、うん、お店としてもいきなり辞められちゃったら、うん、お客さんもいなくなっちゃって困るってこともありますしね。そうなんですよね。だから今はコミュニティの時代なんて言われてるわけじゃないですか、はい、どんどんその自分の意識、なんだろうな、センスとか感覚とか考えとかを共有する、共有できる、コミュニティみたいのを作っていくことが、まあ、楽しい人生を送れたりとか、まあ、ビジネスにつながったりとかっていう風になるって言われてますし、今後もそのコミュニティを持ってた方が人生楽しい人生を送れるよみたいなのがあると思うんですけど、やっぱ独立しちゃうとそのコミュニティから外れちゃうわけですよね。そうですね、うん、でまた自分でコミュニティを作っていかなきゃいけないっていうのは、まあそれもやった方がいいと思うんですけど、それもうちの会社にいながら自分のコミュニティを作るってことをやればいいと思うんですよね、うん、そうすればこっちも協力してあげられるし、あっちかも協力してもらえるし、でお客さんも独立しちゃうことでそのスタッフが辞めちゃったから違う店行こうってなっちゃうのはもったいないと思うんですよね。頑張ってそこでお客さん集めてきたのに。なんでそれも、まあ、共有できると思うんですよね。その子がいる、残ることによって、じゃあその子がいる時にうちの店に来ようってするのかもしれないし、じゃあその子が出したお店に行こうって思うかもしれないしっていうので、まあいろんな意味でお客さんにとってもそのスタッフにとってもうちの会社にとっても、まあ、ウィンウィンというかの形がまあ作れるんじゃないかなっていうふうには、まあまだ志半ばなんでね、なんともあの正解だとは思いませんけど、まあいろいろこう壁はできてくると思うんですよね、進んでいくことで。でもまあ今段階思うことは、それがちょっと新しい美容業界の形というか、まあ店舗業界の形になるんじゃないのかなとは思ってますけどね。それ実際そうなった時に、また今とお店にこう求められることって変わるじゃないですか、うんうん、スタッフさんがその別に何じゃ生活できる金額を全てその勤務先からもらいたいってわけじゃないし、うんうん、守ってほしいわけじゃないし、うん、今とお店の役割って変わるじゃないですか、うん、スタッフさんにとって、うん、その時のこうお店どうやったら選ばれるというか、うん、スタッフさんに、うん、何が重要になると思いますか。どうなんですかね。なんか今とは変わりそうじゃないですか、ね、全然変わってくると思うんですよね。その結局待遇とかでもなくなってきちゃうと思ってて、うん、だって自分でなんか週休何日もらえるとか、うん、固定で20万もらえると か、 なんかそういうとこじゃなくなってきそうですよね、うん、特に今の若い子たちを見てるとそういうとこじゃなくなってるのって分かると思うんですよね。お金とか条件じゃないっていうことですか、うん、そのインフルエンサーみたいなのに憧れたり YouTuber みたいなのに憧れたりとかっていう時代を見てると、なんかただその待遇がいいからとかお金がすごいもらえるからとかっていうだけじゃなくて、うん、なんかある意味こう好きに生きてるというか、自分勝手にっていうとちょっと違うんですけど、自由に生きてるというか、まあ、そういうのを多分したい子のが多いのかなって思うんですよね。でそのためにはじゃあどうするかって言ったら、やっぱある程度影響力をつけなくちゃいけないと思うんですよ。その影響力イコールある意味集客力だと思うんですけど、でその影響力をつけるためにはどうするかって言ったら、やっぱりその影響力ある会社に入っちゃった方がいいと思ってて、うん、まあそれ言っちゃうと、そのじゃあ表参道の超一流な店に入ればいいの、入んなきゃいけないのかとかってなっちゃうんですけど、まあそれも一つの方法だと思うんですけど、でまあそこまでいけない人ももちろん僕もそうですけど、できない
子のが多いと思うんですよね。でそういう人はやっぱその地域内で影響力のあるお店みたいのに入るのが、ある意味その影響力のあるお店に入れば、そこので働いてるスタッフってなる時点だけでも、全然何でもない店に入るよりは変わってくると思うんですよね。例えばその、まあ、1000円カットみたいなお店に入って、ある意味そのブランディングが自分のブランディングになるかって言ったらならないと思うんですよ。それよりも、まあ、ちょっと、まあ、ある意味僕が最近言ってるそのスタイルみたいなものを持ってるお店に入った方が、その自分もそのスタイルに共感するんであればなおさらなんですけど、そのままそのチルチェアのスタイリストの誰々ってなるだけで、ちょっとフォロワーが増えたりとか、ちょっと世間の見方が変わったりとかってなるようなものを求めるようになってくるんじゃないかなっていうふうに。でその働く人自身も、その店をある意味こう利用してて、ステップアップとしての就職先というか、になるってことですよね。で今までそれが技術力だったりとか、そのお金、独立するためのお金だったのが、でもそれって別にだって今っていらないっちゃいらないんですよね。その自分でフォロワーがいて集客できたら、それさえできれば面貸しとかでも独立できちゃうし、あとはクラウドファンディングとかでお金集めてお店出せるかもしれないし、だからそこじゃなくなっちゃうと思うんですよ、この先で。さらにどんどんその生活コストみたいなのも下がってくると思うんですよね。ロボット化とかしていったら、多分吉野家さんとか10円とかになっちゃう時代が来るんじゃないかなと思うんですよ。人件費がかかんなくなっちゃうから、当然安くなりますよね。コンビニとかもね、今無人のコンビニとかねできてきてますけど、そういうのも人件費がない分安くできるはずなんですよね。そうなるとそこじゃなくなってきちゃうんじゃないかなとは思うんですよ。でそう思うと、その影響力ある店に入って自分も影響力つけるっていうことが、が選ばれるお店になってくるんじゃないかな。それはお客さんもそうだし、スタッフもなんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるっていうところですかね。なるほどですね。やっぱり今の段階から、ね、なんかただ条件待遇良くするだけじゃなくて、なんか自分の店だからが選ばれる理由というか、店しか提供できない価値というか、そうなんですよ、がないと、まあ、今から今の時点でもう求人も集まりにくいでしょうし、今後なおさらってことですよね。そうだから、やっぱ そういう店は困ってないですもんね。やっぱその求人にあっちから来るというか、スタッフ側から連絡が来るっていうかね、求人募集出してなくても連絡来ちゃう、まあ、うちの店もそうですけど、まあ、そういった状況になるのが一番いいじゃないですか。そうですね、そこを目指すべきなのかなというふうに思うんですけどね。だからある意味地域ナンバーワン店ってね、よくどれをもってしてそれ言ってるのかっていうのもあるんですけど、その影響力があるお店としてナンバーワンになるべきなのかなっていうふうに、それイコールそのお店のスタイルっていうのを、独特なスタイルっていうものを持ったお店っていうのが、まあそうなるんじゃないかな。だからそのスタイルだとその地域で一番みたいになればいいと思うんですよね。うちのお店だったら、まあ、高円寺だったらもうその、まあ、アングラ的なストリートバーバーみたいなだったら、まあ、チルチェアみたいなには確実になってると思うんで、まあ、それぞれのお店が別にそういったカルチャー的なスタイルだけじゃないと思うんですけど、作り上げていければまあ、そこは選ばれる理由になってくんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。なるほどです。はい、わかりました。じゃあまあやっぱり、まあ、今のその雇用の状態もそうですし、今後ね、まあ、展望経営者の方のやっぱりスタッフさんがいないと回らないっていう方も多いと思うので、改めてこう自分の店のあり方を、どんどん考えていかないといけないよっていうことですよね。まさにその通りですね。わかりました。はい、はい、というわけで今回もありがとうございました。ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、
検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。